アグレートビッグワールドはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークで結成した二人組音楽ユニットである。2012年ニューヨーク大学の音楽プログラムに出席していた大学生のイアン・アクセルチャド・バッカリノがエグレートビッグワールド結成。結成後はマシュー・モリソンやイングリッド・マイケルソンのツアーでオープニングアクトを務めキックスターターの援助で6曲入り EP をリリースした。 楽曲 This is the New Year がドラマクリー、クリーのワンコーナーで歌われると2013年にエピックレコーズからオファーが届き契約3曲 1EP をリリースし単独ツアーを観光したクリスティーナ・アギレラをボーカルに迎えて再レコーディングした s イサム s ン m i n g を NBC のオーディション番組ザ・ボイスで披露すると翌週までに 音楽配信で18万9000ダウンロードを記録し、ビルボード配信チャート16位に登場。最終的にビルボードチャート4位を記録した。2014年1月21日にエピックからデビューアルバム Is There Anybody Out There をリリース。ビルボードチャート3位を記録した。2015年に行われた第57回グラミー賞では、 クリスティーナ・アギレラとのセイサムシングが最優秀ポップデュオグループパフォーマンスに選出された。ありがとうございます。